こんにちは、柴田です。今日は西田製作所さんに遊びに来ております、はい、西田さんです。西田です、よろしくお願いします。はじめまして、はい、ましてすいません、お忙しいところをお時間いただきまして、はい、こちらはザ・アンプショップ西田製作所ということで、はいはい、アンプの専門店。そうですね、まあ、アンプのリペアがメインで、はいはい、で販売もしてますよっていう体でやっております。でも修理をして、そうですね、で、まあ、買い取りもして販売もしてってますっていう。で YouTube もやってる。 YouTube もやってます、はい、何でも屋さんですね今日はですね、まあ、いろんなアンプのことをですねお聞きしたいところではあるんですけれども、お家で使えるおすすめのアンプの話をしていきたいなというところで、よろしくお願いします。まあ、いろいろ試してみた中で一番長く使ったのがローランドのマイクロキューブですね。マイクロキューブ、マイクロキューブが一番、なんか小さい音でも、うん、結構こうモデリングで迫力のあるサウンドが出しやすいなっていうのがあったんですけど、なるほど、はい、どうですか西田さん的に見て。いや、そうなんですよ。結構うち来るお客さんってチューブアンプにこだわりがある方が多くて、やっぱチューブアンプで自宅でいい音でっていうと難しいんですよ、やっぱ。だからそういうところで言うと、家の中では、まあ、モデリングアンプで練習とか弾いてもらって、はいはい、例えばちょっとライブとか、まあ、ライブができなくても例えば近所のスタジオに行ってたまにこうストレスを発散するかのようにでかい音で弾くためのチューブアンプと別で持ってた方がハッピーじゃないですかっていうことはよく言ってたりすることですね。はい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 、だから割とそこは家で鳴らすものを音量が限られるんだったら、むしろモデリングでも僕はいいかなと思います。で、あとで僕使ってるのはブラックスターとこのボックスのパスファインダーで、ブラックスターに関しては、うん、音的には全然いいな。これもモデリングです。まあ、そうです。一応モデリングなんですよね。はい、音的には全然いいなと思うんですけど、やっぱりこの小ぶりなところから、なんかこう、プラスチック箱感がちょっとやっぱり匂いがするなっていうのが、はい、なんか個人的にはちょっとモヤモヤするところで、なるほど、若干使用頻度が減ってきて、今は、割とこれで動画撮ってるんですよね。あ、確かにそうですね、惹かれてますね、これ結構、うん、でこれはやっぱね、長い服作られてただけあって賛否あるんですけど、はい、やっぱ何らかで言っていいところあって、はい、やっぱりその出音がダイレクトに早くパンって出てくるってところは練習用にはすごくいいです。ただ遠くにも行く感じもするんですけど、そうですね、だからなんだろう、場合によってドラムさんそんなに大きくなければバンドでも使えなくはないし、確かに確かにっていうところですごく進めてます。で、僕が、ね、これの時は絶対 Zoom の MS50G とかマルチエフェクターを一緒に使うようにしてて、はい、なんかこれドライブが嫌いなわけじゃないんですけど、あ、でも好き嫌い分かれますね。結構分かれますよね。分かります。ただ音量差があまりにもでかいんで、ナチュラルと、あ、ありますね、まあ、ちょっとボリューム感を揃えるためにマルチエフェクターと併用してるっていう感じですね。あとね、なんだろう、そのスタジオで行ってジャズコとかつないでっていう時のボードで音作りますとかエフェクターで音作りますって時にジャズコの音じゃないけどちょっと参考になる、はい、セッティングの参考にはなる要素はあると思うんですよね、こっちの方が。その基本のクリーンをこれで作っていけば、その行った先のスタジオのジャズコのクリーンでもそんなに補正する差がないっていうのはあるので、逆に言うとそのエフェクター映えするというかエフェクター乗りがいいというか、そういう要素はありますね。まあ、だから割とこのアンプ使うときはクリーンで使うことが多いのかなっていう気はします。はいはいはい、まあ、素直な子なので、うん、確かになんかどのアンプっていうか、まあ、素直なアンプスタジオで、まあ、ボックスしかりフェンダーしかりとかにも、結構通ずるものはあるかもしれないですね。そうですね、セッティングとして。だから例えばボード作りましたで、このスタジオのセッティングをちょっとイメージさせて家でもちょっと弾けなくはないって感じですね。ああ、いいですね。なんかそういう使い方としても非常にパスファインダーは、そうですね、いいんじゃないかな。僕もそれではおすすめしてますね。こっちフライスリーだとやっぱちょっとプラスチック感を感じちゃうところなんですけど、箱から鳴ってるっていう、これはもう僕のパスファインダーもそうですけど、この大きさがある意味っていうのはありますよね、ちゃんと。そうですね、この大きさだからこそなんかこう出る音っていうのが、うん、
あります。このサイズ感でも全然いいですね。そうなんです。ナチュラルにしてもいいですか。あ、どうぞ、はい、あんまり気にならないっていうか、差を。そうですね、歪まれた時の音量差は少ない。よくチューニングされてると思います。ディレイを少し上げていると、おお。これでおいくらな感じですか。9680円。じゃあ変わらず同じ値段です。フライスビートですね。電源 100V なんで、まあなんかこうバーベキューで持ってきたいとかでなければ、こっちの方がいいかなっていう気はします。デビューとどれぐらいの違いがあって、やっぱりちょっと小ぶり感が。そうですね。だからよくアメリカ人的な言い方すると、ベッドサイド、はい、枕元でやるんで。家で弾く分にはね、全然いいかな。やっぱり、ね、いいかなと思いますね。うん、これね、面白いのが、はい、キャビネットつなげられるんですよ。本当だ。うちの動画でね、1960爆音で鳴らしてる動画もあったりします。ヘッドになるってことですか。ヘッドになります。これはもうめっさ歪みます。そうなんですね。好きだぞっていう。そうですね、あのオレンジのサウンドっていうところですね。そうですね。で、気になるところなんですけれども、はい、僕全然使ってないんですよ。あ、THR ね、はい、これがやっぱりなんかちょっと独り勝ち的なところもあんのかなっていう感じもするんですけど。そうですね、これもうやっぱり人気の理由って何ですか。やっぱね、扱いやすくて、あのまとまった音がすごくするってところと、操作性、音作りしやすくて、ちょうどいい音量で割と気持ちよく楽しめるっていう点では自宅用にいいのかなと思います。たまに試奏とかをさせてもらった時に、はい、僕がリバーブ感があんまり好きじゃなかったっていうところから全然使わなくなったんですけど、リバーブめっちゃ効きますね、これは。確かに なんかちょっとわざとらしいなっていう感じで、ナチュラル系いいですね。これでもリード、これでリードを、こういうクランチいいですね。そうなんです。でまあ、ハイゲインはもう押してしまう。まあ、これがピックになって、まあ、クランチはこれだけゴリッとしよう。いいかも。ちょっとやっぱ食わず嫌いでしたね。まあ、これやっぱすごい売れたと思うんで。マーシャル、これもちょっと気になるところなんですけれども、ね、はい、一応家庭用っちゃ家庭用で、まあ、でも結構ね、大きい音もします。 12W ではあるんですけど、で、まあ、よくリトル JCM800 なんて言われちゃう感じで、まあ、操作感がね、800に近いんで。おなんか昔に戻れた感じがしますそうですか。なんか年々こういうの
ん好きになってきますよね。なんか粒が揃ってれば全てがいいっていうわけじゃないんだなっていう。そうですね、あの暴れる感じをコントロールする楽しさっていうのは、あのそれは大きい800と一緒かなと思いますね、うん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 、だからナチュラル系もワイドでやってきて、まあ、そうですね、ちゃんとマーシャルですね、しっかりマーシャルですね。専門的な話しちゃうと、あのよく歪ませるのにダイオードクリップってエフェクターとかにも入ってきますね。ダイオードクリップ使ってないんですよ。ダイオ IC だけでガッて上げて、原因上げて歪ませてる感じなんですよ。だけどなんかちょっとチューブっぽい感じもしてる。はいはいはい、奥深さがあるし、ね、このやっぱ箱の大きさとかもあると思う。箱の大きさとスピーカーも10インチ入ってるんで、やっぱそれも余裕のある感じだと思います。ただスピーカー10インチだとやっぱ ある程度大きい音で鳴らしてあげないとって感じになりがちなんですけど、これはちっちゃい音でも割とあの入る音がするんで、まあ家でこう絞ってこのぐらいのクリーンとかでも全然使えますし、そういうところがなかなかよくできます。歪みのイメージありますけど、クリーンもめっちゃいいっすね。そうなんです。JCM800 とかとまるっきり一緒なんで、その色の感じとかもちょっと満足感高いです、ね、もう見た目からですよね、マーシャル好きな人は。そうですね、だから家に800もあってこれもあるとか、うんうん、まあ、そういうお客さんうちだと多いですね。これサイズ感ギリギリいけるかなっていうところですね。そうですね、ギリギリいけるサイズですね、まあ、マイク立てたら全然ライブとかは普通にいけそうですもんね。いけますね、サイズで。いろいろ僕も鳴らしてみた感じでは、このヤマハのが人気あるのは非常によくわかるんですけど、ええ、これいいですね。あ、デビューテンいいですね、ええ、これいいですね。フライ3が好きだったらこれは好きになれると思います。あ、すごく、あとバランスよくできてるし、何よりも見た目可愛らしいんで、うん、この色ちょっとずるいですよね、なんかね。いや、本当この肌触りといい、この色といい、ええ、質感、なんか全てがいい感じに整ってるなっていう。そうなんです、ね、でもこのサイズがあるだけで全然違いますね。このミニアンプちょっとやっぱ1個上に上がったような感じがしますよね。そうですね、音質はすごくしますね。スピーカーに余裕が出ちゃうんでしょうね。確かでも乗ってるスピーカー一緒なんですよ、フライト。そうなんですね、うん、やっぱ箱なんだ。そう、箱がしっかりしてるからだと思います、うん、そこなんですね。そうなんです。という感じで今回はアンプショップの西田製作所さんにお邪魔いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、西田製作所なんですけど、神奈川県の相模原市、JR 横浜線の相模原駅から徒歩3分ほどの場所にございます。車だと国道16号線からのアクセスが良好で、お車でも電車でも来やすい場所ですので、ぜひとも遊びに来てください。ぜひぜひ。駐車場もすぐそこにありますので、はい、コイン駐車場いっぱいあります。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。藤丸でした。チャンネル登録もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。